本当にちょっと面食らったんですけど、夢だったんだか現実だったんだか癖になるんだろうなって思いますね。なんだこの面白い脚本と思って、あまりにも面白くて素晴らしかったんですよ。天才監督が豪華キャストで挑む新作の主演は超新人。おい町田、町田君ってどういう人？人のことばっか考えてるっつうか、全人類を自分の家族だと思ってる。坂井さんは人が好き？なんだその質問。そんなに必死こいて生きても意味ねえぞ。今一生懸命な顔してる。さくらさんは大切な人だよ。俺なんかにちゃんと向き合ってくれた人今までいなかったから。ちょっとそういうことは好きな子にしかやっちゃいけないの？そうなの？君が瞬きするたびに町田くんがわからない感情と出会った時、全ての人を巻き込んで予想もつかない物語が動き出す。やっぱりすごい青年だ。大変な時ね、世界がくるって変わっちゃうから。一生懸命な町田くんがみんなの世界を変えていく。わからないことがあるからこの世界は素晴らしい。俺どうしよう。町田くんの世界、俺わかりたいんだ。